本日は2020年、7月の6日です。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは進化し続ける学問であり、実学です。今回の新コロナ騒動、医療が知恵を絞って頑張ってますね。皆さんも一つ一つ手洗いね、それから休息、ちょっとずつ日常生活ね、改善できるとこは改善していってください。ですね、今、次亜塩素酸水のミスト噴霧は絶対やめてくださいというコメント、たくさんコメントいただきましたんで、そのコメント返ししてます。今日のコメントですけども、正しい方法で作られた次亜塩素酸水の空中噴霧が安全だと岡山大学が発表しています。種子の除菌には5月15日、北海道大学が有効だと発表しています。ナイトが無知一見がないため、続報、誤報が出ましたが、当社はナイトと経産省にエビデンスをもとに反論抗議しております。当社製品は正しい方法で製造できますのでご安心ください。空中噴霧の安全性と北海道大学の種子の除菌有効の記事、エビデンスが欲しい方は当社ホームページのインフォからメールください。折り返しメール添付で返信しますという形で、会社名も書いてあるんですけども、そこで鹿さんの URL、またこれも貼っときますけども、書いてあったりしますけども、一応ですね、いろいろな知見を見て、私もミスト噴霧は絶対やめてくださいというようなお話をしてるんで、送らなくても URL 貼り付けてくれたら見ますよということで、やり取りをしてたんですけども、空中噴霧に関しては岡山大学と北里大学のものがございますと、北海道大学の種子のものはニュースの記事になります。どうぞご検討くださいと、ね、そのご検討は送りつけますよというような形で、いろいろと書かれてて、他のクリニックからは当社のインフォにエビデンス、E メール添付依頼が来ました。先生からは来ていませんが、先生はこのまま無知を晒し、風評被害を続けるつもりですかということで、また送りつけてくると。だからもう送りつけていらないと、ね、今まで見てるからいいですよということで、言ってるんですけども、いや、先生が空中噴霧するなと SNS で発表しているのですから、当社インフォにエビデンスを要求して勉強してください。風評被害と次亜塩素酸水に対して無知な医師がこのような動画を流すことをやめないことです。ちなみにこの動画の評価はどうなっていますか？圧倒的に悪いとの評価が出ていますよねって。吉村レディスクリニックのホームページに添付で、北里大学、岡山大学、北海道大学のエビデンスを送りました。読んだ上で反論してください。ね、でついに送られてきました。で、送られてきたものに反論なき場合や反論なきまま、このまま次亜塩素酸のミスト噴霧は絶対やめてくださいを流し続ければ訴訟を検討します。当社の社長は弁護士なしで裁判を提起できるので、当社は弁護士費用がかかりません。当社は地元越谷の裁判所で裁判を提起するので、金は弁護士の出張料がかかりますね。この番組は金の他の番組よりもセンセーショナルですから、人気のようです。気をつけてくださいね。分娩のない産婦人科は儲かってなさそうなんで、分娩のある産科は忙しくて、こんな番組を作る時間がありませんよね。議員にはもう送りつけましたんで、このまま反論なき場合は、次亜塩素酸のミスト噴霧、このまま反論なきまま、次亜塩素酸のミスト噴霧は絶対やめてくださいを流し続ければ訴訟を検討しますということで、また、いろいろ、書いていらっしゃるんで、送りつけられてきた北海道大学、岡山大学、北里大学のエビデンスを検討させていただきました。で、それも貼っときますけども、基本的にはですね、私が言ってるのは、次亜塩素酸のミスト噴霧を長期にわたり空気中にね、その
不特定多数の友人空間にさらすことによって、急性毒性はなくても肺に対して慢性毒性あるいはアレルギーとかそういうものが起こるのではないかと。でミスト噴霧として空中に漂う、ね、エアロゾルっていうのは、新型コロナが飛沫化感染するということなんで、特殊な環境下のエアロゾルっていうのは感染を助長しないかと、ねいうことを言ってるんで、効力がどうとかっていうお話ではないんですよね。で、そういう形でちょっと見させていただいたんですけども、岡山大学の資料っていうのは、次亜塩素酸水の吸入ラットの血液一般と生化学に及ぶ影響の検討なのということなんで、肺に対しての検討は何らされてないんですよね。だからまあ全く私の言ってることとは解決されてないということです。で、北海道大学に関してはですね、これは新型コロナウイルスが不活性化したという発表なんで、これも私の発表に関して何ら、ね問題があるということではないですよね。それからですね、北田大学の方はですね、やっぱりそれはもう次亜塩素酸水の噴霧の安全性をラットの肺の病理組織まで調べたやつなんで、これが一番近いかなとは思いますね、思いますけども、それに関してもですね、ラットの肺では、まあ、安全であったけどもということで、最後の考察のところにですね、安全性を考慮し、電解質の使用時には通常の農薬散布で用いるマスクを使用するなど吸入量を減らすことが必要である。噴霧口で大量のミストに爆発されるような場合、水道水などで目を洗うことと、狭い温室で長時間の作業などによる過剰なミストの暴露が考えられる場合は、マスクの装着あるいは換気の必要があろうと結論付けているということで、人に対しては極力吸い込まないようにというお話になってますんで、私の結論と何ら問題はないよというふうにご回答しました。じゃあご回答した場合にですね、この方がですね、10年以上そういう歯科ではもううがいに使ってるから、毒性のエビデンスっていうのはないからね、それがあれば示してくれと。で、ミストと空気中に漂ってるエアロゾルが感染になる可能性があるっていうけども、これも、オフィスや老人ホームで使ってて、そんなこと今まで、なかったからね、示してくださいとね、水だけでも加湿器も安全ですかと言ってますけど、そういう酸素吸入とかね、呼吸器の病室のエアロゼルは全部水道水あるいは蒸留水ですけども、それに関してもエアロゾルで感染源の発生ね、そういう飛沫核が飛べばなるというお話が出てますんで、もう全く問題はないと思い、問題というか、エアロゾルっていうのは感染源、ね、特殊な環境下でのエアロゾルは感染源になると言われてます。それから北田大学のね、書いてる結論っていうのは、エアコンの取扱説明書を読んでもね、私は取説は読まないんでそこまではしません。でも健康被害がないから、今まで老人ホームでやってるけど何もないから、そういうことは問題ないんだよと、ね、書いてるけども問題ないというふうにおっしゃってますね、この方は。で、まあ、なんとも、ね、仕方がないんですけど、またその最後にですね、以上反論しましたが、当社が加盟する団体の名誉会長が東京大学院の博士なので、その先生のアドバイスを聞いて勝利に勝てそうなら記念を提出するかもしれません、よろしくお願いしますと、ね、これまたどこの協会か貼っときます、これもね。で、またちょっとね、この方しつこくね、よろしければさっきの私の4つの反論に回答していただいて、空間噴霧は重要なことなので記念のこの番組と先の記念の論ではその中に、水の加湿も噴霧すると危険だという理屈になりますよ、私は答弁していますと、だからそれはお話しましたが、エアロゾルが感染源になるよというお話なんですけど、まあ、全然、
聞いてないとかコメントを読んでないですよね。で、またこういうことも書かれてますよね。先の4つの反論は答弁できないのであれば、謝罪番組を放送することをお勧めします。当社及び同業他社は営業妨害、営業被害を甚大に受けています。ネットの世界は怖いですよねと貴殿のおっしゃっている通り、証拠にもなりますし、この番組すべてのコメントも、証拠です。ネット絡みの裁判は多発しています。当社社長は裁判が趣味の一部でもありますので、これ以上貴殿が4つの当社の答弁に反論できないのであれば法廷で行いますと、いうことで、まあそれはちょっとね、行為の強要罪になるんじゃないかっていうような、お話っていうかね、やり取りもしたんですけども、まあ全く聞かないで、4つの反論を上げて当社の返信動画を作るか、このコメント欄で反論いただければ幸いですとね、反論した方が貴殿のイメージアップにつながると思いますよと、謝罪された方がいいですよというような形ですね、ということ繰り返しコメントされて、ちょっとしばらく置いてたんですけど、これも最後の、ね、コメント返しになるんでしばらく置いてたんですけども、当社への返信はいつ頃になりそうでありますか。この番組で毎日風評被害が広がっています。当社の4つの反論5分で、答えるには当社専用に返信していただいた方がいいかもしれません。返信は強要しませんが、しばらくなければ貴殿に訴状が届きますと、また訴えますよというようなお話をされてますね。で、当社および当業界の嫌がらせ風評被害はやめてください。いやっていうか、私の心情をね、私の考えを述べただけで、嫌がらせとかそういうことでもないし、ね、まあ確かにお勧めしないと、三者合作、経産省、厚労省、消費者庁もうミスト粉末はお勧めしないというふうに言ってますからね。少なくともさっきの先生の4つの反論で論破したと自負しています。まあ京都大学名誉教授の雲教授がメディアで次亜塩素殺人のことを不安商法だと述べたので、これに対して許しがたいので今訴訟の提起を準備していますと、京都から埼玉裁判所に来ることになりますね。なんか誰か他の人も訴えてるみたいですね。それでですね、先生、私は裁判が趣味の一部です。大変なことはありません。私が弁護士なしで裁判所付きの被告をダメダメにすると、自分の法律能力、答弁能力のアップになりますので、どんどんやります。今までの裁判は社長個人の裁判だけでしたが、今回は会社としての提訴をする学者は2名決めています。先生は4つの反論をしました。貴殿では逃げないで4つの反論に答えていただきたいのですか。もうお答えしましたね。もし先生が誤りを認めるなら、当社に、反省謝罪番組を、当社宛てに反省謝罪番組を作っていただきたいです。もちろん先生には答える義務はありません。しかし、先生に裁判所からの呼び出しが届きます。当社は本社のある埼玉県越谷の簡易裁判所ですと。簡易裁判所から簡易裁判所にまた、ね、変わりましたけども。いやいや、まあ困ったことなんで、もうやめてくださいというようなお話をしたんですけども。で、まあタイトルが決まったので、タイトル、こういうタイトルにしますよ。というと、今度は、それは社名は出ますか、あと資料だけなく私の試験も記載しましたよね、それにも答えますか、作る番組予定は私と再度論戦になるのですか、もしくは、完全に論破されたものとなるのですかと、だからまあ社名は出さないですよと、ね、でも今までブログも上げておきますが、ブログに書いた内容ですよと、いうふうに送りましたら、私個人の裁判の書面準備を今していますと、2100万円を請求しているから、頑張り被告及び代理人弁護士を潰します。今月は2件の裁判があります。私個人の裁判です。今風評被害を行った門外漢の学者ともやり合っています。一人の学者は怖いらしく弁護士を通して私に書面を送ってきていますが、私がその学者に直接メールしています。先生のブログも読みました。全然反省していませんね。先生は SNS で目立ちたいみたいですけども、空中粉末するなについては悪評が多数でしたね。経済産業省とナイトはアルコールに代わるものを探しただけです。空中粉末を
禁止できるのは厚労省だけです。しかし空中噴霧は老人ホームで多数使われています。当社及び前職で私が治めた老人ホームは24時間で健康被害はないです。新型コロナウイルスの院内感染が皆無です。場所を法廷に移しませんかというような返事が来てました。まあ、裁判お好きな方なんでしょうね。まあまあ、一応今日コメント返ししますけど、まあ、どういうお返事が来るのか、それではまたなければならない、仕方がないということですね。じゃあ時間余ったんでページなします、ね、これ指輪ですね。この指輪はこうしてこうして、この指輪